で、お金だけ出して現場にも行かない、ビジネスも興味ない、これはもう絶対成功しないし。フランチャイズ成功のポイント、なんと、また原田さんにお越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。いや、こんな頻繁にお越しいただいてもう感動です。本当、前回まあ好評でしたからね。はい、コメント欄みんなビビってました。そうです、コメント欄がねすごく良かったですね。私はね、書き込み教師になってますから見ないんですよ、そういうの。いや今回すごくいいですよまあフランチャイズ界のボスだなっていう感じはもう伝わります。まあ皆さんお役に立てばね。いや、そんなもう、はい、お招きありがとうございます。今回はフランチャイズの成功の鍵を教えていただけるという今日もメモも何にもないですから、思い出しながら言いますね。まずはね、のれん分けして加盟金もらってって、そんな生易しいもんじゃないんですよ。はい、でやっぱり成功するためにはね、フランチャイズの方はどういう方が一番いいかと、ここですね、選ぶってことですね。そうです、フランチャイザー側はやっぱりいいオーナーをやっぱりリクルートせんというかですね。はい、でいいオーナーっていうのはやっぱり投資体力を持ってる、資金力、はい、これ当たり前。それからやっぱり経営者としてのやっぱり基本的な知識、これ必要、はい、現場力っていうのは必要です、はい、でお金だけ出して現場にも行かない、ビジネスも興味ない、これはもう絶対成功しないし、うん、そういう人をフランチャイジーに加盟金だけもらうために増やしたら絶対質が上がらないですね。フランチャイジーになる人から見ると、はい、なんでこの会社のフランチャイジーになるの、やっぱり明確にメリットがないとダメです。うん、成長性です、まずはね、はい、それからやっぱり認知力、ブランド力、それからスケールメリット、うん、1店舗自分で仕入れるよりもマクドナルドは世界中の調達力、コスト競争力があります。こういったメリット、うん、そういったやっぱりメリットがないとダメですね、うん、それと意外とこの番組でも皆さんあんまり語ってないかなってちょっと思ったのは、フランチャイザーから見てですね、 G の人材力、これをしっかり見なきゃダメなんですよ。オーナーの後継者いるんですか、店長の能力は、店長の後継者は、人材の能力質、これをしっかりとやっぱりグリップする、うん、そのためにはですね、直営店もフランチャイズ店も同じように教育しなきゃいけないんですよ。あとフランチャイジーの PL をどんだけグリップするか、ね、それはあの原田さんのチャンネルで見て、これね、見てない、ゴンチャで全ゴンチャも全部やってたっていうことですよね。全くやってなかった。今もあるね、有名なコーヒーチェーン店も聞くところによると、原材料を売る、そこにマージンを乗っける、あとはお店のオペレーションのクオリティチェックもしない、うん、人材も見ない、 PL も見ない、うん、というモデルもあるじゃないですか、はい、それダメと言いませんよ。だけどお客さんの視点から見たら、やっぱり同じクオリティのサービスを受ける、これ原則ですから、それが崩れると再来店が続かないですからね、うん、やっぱり PL を見る、人材を見る、そしてオペレーションをちゃんとチェックせんといかんですね。だからマクドナルドの場合はこれはもうミステリーショッパーで徹底的にオペレーションの質は検証してます、うん、で PL はもちろんマックも見てますが、ゴンチャも見てなかったのを全部見るようにしました。でオーナーさんというのはですね、自分とこの PL が他のフランチャイズと比べてパフォーマンスがいいのかどうかわからないですよ。自分のレントのパーセント、レーバーコスト、原材料費、その以外のいろんなユーティリティ、この PL バランスがいいのか悪いのかわからない。でそこはもう徹底的に見て、やっぱりそこはレーバー高すぎですよ、もっとシフトマネジメントやった方がいいですよみたいな指導もしますし、ゴンチャの時にローカルコングロマリットがほとんどゴンチャに来られるんです、はい、居酒屋やってます、焼き鳥屋もやってます、ラーメン屋もやってます、うん、でゴンチャもやってます、でゴンチャは儲かってるんですよ、うん、ところが多店舗展開しないんです。でよく突っ込んでいくと、うん、居酒屋の赤字の補填にゴンチャの利益を突っ込んでるんです、うん、それね、おっしゃられてたな、これはダメだろうと、うん、あなたは実店舗行かないんだったら今のお店も戻してくださいと、まあね、他に持ってきますよ、投資しますかしませんか、それぐらいグッと押すこともありました ね、うん、前回出ていただいた時の、ね、話でもやっぱり投資だという、そのフランチャイジング投資ということを強調されててね、お互い投資のレベレージですから、投資他に行かれちゃ困りますよね、うん、そうです、だったら他持ってきますよとか言いますよすごいですよね、そのね、今 その10軒行かないと返してもらうよって言ったりとかあとマクドナルドのお話でも、はい、その、まあ、エリアを整理するためにオーナーさんをこう、ね、
まあ、整理していったっていう。そうです。そんなことちょっと僕の武田塾でできるかなって思うんですよね。どうやってやってるんだろうな。塾の場合はどうなんだろうね、塾の場合だってエリアエリアで、あの生徒募集やられるんでしょ。はい。例えばね、まあ、新宿区にしましょうか、はい、新宿区でもここは西新宿、はい、ここに武田塾があるとします、はい、そこの中野坂上にまた武田塾があったら、はい、これカニバリ起こすじゃないですか、はい、そうなるとここの日新宿のオーナーさんは生徒募集をやるときになんかいろいろ投資しますね、はい、その投資回収が全部自分のところ来るかどうか分かんないじゃないですか、ね、中野坂上校に行っちゃうかもしれないですよね、うん、そうそうそう、しなくなる率が高くなるんですよね、はい、それは武田塾でも起こります。その後投資しないんですよ、はいはい、したがってちゃんと投資したのがオーナーにリターンが来るようにある証券エリアは一社に任せる、はい、これはマッピングってですね、はい、いわゆるビジネスによって証券違いますね、はい、ビジネスによっては1キロ圏内かもしれない、そこに複数入れるのは効率悪いですね、ですね、あのそのエリアに関してはですね、竹村さんに言われた通りにやってですね、あの竹村さんがこうやっていったんですけど、それで原田さんのマクドナルドも原田さんが後から登場してちょっとぐちゃぐちゃになってるところを整理されたわけじゃないですか。そうそうそう、なんであれは大変でした、まあ、でもその整理するっていうのがどうやってやったんだろうなっていうのが本当にね、竹村さんね、いやこの時はオーナーさん一社で 1,2 店舗しか持ってない、はい、で近隣に違うオーナーがいる、はい、マイストアマーケティングの投資しても自分とこのリターンにならない、はい、お金使わない、はい、ですね、 1,2 店舗で出てくるキャッシュフローでは自分の今の店のリモデルのキャッシュも出ない、うん、どんどん陳腐化していくわけですよ、うん、単純計算の世界ですよ。何店舗持ったら5年おき7年おきに自分の店を順番にリモデルできますか。シミュレーションするとミニマム10店舗ですよ、うん、ということはもう10いかないと皆さんも倒れるよってことです、うん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 、ここちゃんと理解してもらってザート G のウィンウィンのモデルは10店舗ですね、ここで合意を取る。なるほど。じゃあ今の状況からどう持っていきますか、我々はこういうマッピングでいきますよ、いいオーナーさんは自分の店はどっかに売ってこっちに引っ越してくださいとかそういう提案をしていくんです。なるほど、まあ、10店舗持ってないと儲からないでしょってことを、そうです、もうオーナーさんにしっかり説明をすると。だからウィンウィンのモデルをしっかり描いて、うん、そこに腹落ちさせなきゃダメですね。なるほど、うん、竹山さんそうらしいです。